ガソリン買い控え大炎上。ガソリン買い控えとは、ガソリン価格の高騰をきっかけにドライバーがガソリンを必要以上に使わないようにする行動を指します。ガソリンを買う量を減らす、あるいは給油する頻度を減らすなど、さまざまな形で行われます。ガソリン買い控えはガソリン価格を下げる効果が期待できます。買い控えによってガソリンの需要が減れば、ガソリンの供給過剰につながり、価格が下がる可能性があるからです。中にはまだまだ高騰すると考え、家庭で今のうちに買い置きしておこうとするドライバーもいます。ポリ容器を3個購入してセルフのガソリンスタンドに行きました。車のタンクを満タンにしてポリ容器の1個もいっぱいにしました。もう1個もいっぱいにしようとしたら店員が出てきて、やめてください、入れられるのは1個ですと言われた。しぶしぶ家に帰りました。しょうがないので車のタンクのガソリンを2個目のポリ容器に移して、残りのポリ容器を持ってまたガソリンスタンドに行こうと思いました。早速車のタンクから給油ポンプを使ってポリ容器に移そうとしましたが、うまくいきません。普段給油ポンプを使いませんからイライラしてきました。焦ってはいけないと思い、落ち着こうとタバコに火をつけました。すると大爆発。ガソリンは揮発性が高く、すっかりあたりに充満していました。ドライバーは大やけどして、車は燃えて家も燃えてしまいました。ガソリンの高騰を抑える政策をしなかった政府が悪いとドライバーは考えました。病院のベッドで政府が悪いとドライバーは毎晩叫び続けました。